何してるの後ろで言わさまたわんさせるのかふざける用意ですか。さんファンがみんな待ってますから。え、本当ですか。嬉しいです。ただいまよりウルソン×錦織圭テニスフィーバーコート完成披露イベントオープニングセレモニーを開催いたします。ありがとうございます。改めまして、私アメアスポーツジャパンウルソンの上田と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。緊張しております。はい、まあ、皆さんが初めて今日ここでですねお立ちいただいているこのコートといいますのは、昨年末、都内で、行われました錦織圭選手と、ウィルソンによるウィルソンテニスフィーバーイベント内で、記者会見、の場でですね、ウィルソンと錦織圭選手は、テニスで日本を元気にプロジェクト、としてここ、千葉県白子町に世界初となります、錦織圭選手の名前の入ったテニスコートウィルソン×錦織圭テニスフィーバーコートを設立することを発表させていただきました。この背景には、コロナウイルス感染症の影響により未曽有の危機に、ありましたこの、合宿のテニスの合宿の聖地であります白子町が再度テニスによって、活気を取り戻し、このテニスフィーバーコートができることによってテニスで日本を元気にしていくという願いをですね、願う思いと、それからこのコートで、このコートができることで錦織圭選手の、日本の子どもたちにもっとテニスを知ってもらいたい、テニスに触れるきっかけを作ってもらいたいという、この2つの思いが、合わさってできたものになります。テープカットに移りたいと思います。それでは、お手元のですね、ハサミを持っていただいて3、2、1、テニスフィーバーコートオープン。さあ流れ入っちゃって、はい、いいね。このコートのですね創設者からメッセージをいただいております。会場の皆さんこんにちは、錦織圭です。今日はコートに、行くことができず、一緒にお祝いできず申し訳ありません。まあ、でもいつか僕もその白子町のコートに行って、一緒に皆さんと、テニスができたらいいなと思います。まあ、私と、ウィルソンの、思いが詰まった、テニスフィーバーコートになっているので、ぜひ皆さん、この新しいコートで、ぜひ遊んでみてください。僕も、今、まあ、怪我をしてますが、怪我治して復帰してまたいつか、強く戻ってこれるように、頑張ります。ぜひ、これからもその白子町のテニスコートと、僕の応援もよろしくお願いします。本当に今、もうアメリカの方に戻られたというふうに聞いてるんですけれども、日本を立つギリギリ前だったと思います。すぐにこういう形で返事をいただいてですね、僕らも本当にありがたいなというふうに思います。始球式をせっかくなんでやってみたいなと思います。それでは初めてボールを打つことになります。あなたたちのボールをこちらまで届けてください。3、2、1、テニスフィーバー、よしいけ。よくできました、皆さんありがとうございます。このコートのですね、今後の利用方法につきましては、サニー向井様、スペシャル宿泊プランとしてウィルソンテニスフィーバープランというものを、設定いただきます、ご用意いただきます。こちらのプランにてご宿泊をされた方には、お客様皆さんにこちらのコートをご使用いただけるような流れになりますので、ぜひ、詳しくはサニー向井さんまでお問い合わせいただければというふうに思います。なおオープンを記念しまして、今年の2022年12月末までご利用いただけた方に関しましてはウィルソンの方からも、ささやかではありますけれどもプレゼントをさせていただければというふうに思いますのでよろしくお願いします。最後になりますけれども、このコートはテニスで日本を元気にプロジェクトの一環として設立されています。
今スポーツにできること、今スポーツメーカーにできること、今ウィルソンにできることを、私たちもできることを少しずつ取り組んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんでテニスで日本を元気にしていただければなというふうに思います。以上、このお披露目のイベントは以上になります。第2部にこの後続きますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。テニスで日本を元気に、イエーイ。天気もちょっと心配だったのが、こうなんとか持ってくれたら本当に良かったかなと。ありがとうございます。まるでどんよりしてるとは思えないぐらい、前回もそうでしたけど、明るいですよね。ちょうどいいぐらいだと思います。そうですよね。また来ましょう。また来ましょう。ちょっとイベント等々一回晴れてる時にやってみたいですよね。どうなんだろう。ドッピー感で、ね、ドッピー感で、ね、絶賛したらサングラス必須なんで、ちょっとボロボロ準備ですね。そうですね。前にもお話したみたいに、こう絶対に映えると思いますんで、ぜひ一度ここに来て、なんならこうベロンと横に行っていただいて、写真撮っても面白いと思いますし、本当テニスだけではなく、一枚の一つの記念として、楽しんで使っていただけるんじゃないかと思いますので、皆さんの一つ一つの行動が、テニスの業界のスポーツを、日本を元気にしていくという形につながっていくと思いますので、ぜひ皆様のご協力もいただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、すいませんでした。ありがとうございました。でした。でした。